おはよう、ジャン君、ポンちゃん。はい、おはようって言うと近づいてくるジャン君。はい、ポンちゃん、ごめんね、せっかく二人で仲良くしてたのにね。ジャン君、はい、ジャン君、ジャン君、お汗とかポカポカやん。ジャン君、くるくるでありましょ。意外に夏美ちゃんはアグレッシブかな、うん、いろんなとこをねちょっかい出すね、うん、ケージの扉を開けるようになって今日は3日目なんですが、初日にはポンちゃんも2回ほど部屋の中を歩きました。あ、歩くかな。2日目は開けてるのに全然出てこなくて、それも嫌だからじゃなくて、外に出ることも可能な状態でこのケージの1階でくつろいでました。ポンちゃんにとっての外とケージの中、今のところケージの中が自分のエリアっていうふうにまあ思ってるんでしょうね。さあ対決が始まります。ポンちゃんの勝ち。ポンちゃんがカオリンを認めた瞬間、もうだいぶ前からか、うん、扉で出ないようにしたので、サイノーのポンちゃんから見てください。すぐは出ないかにゃ。シャン君、シャン君、ほら前のうちと一緒だよ。シャン君、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、匂いがするでしょう。このうちはですね、青畳の匂いが、強くしますので、それはとてもすがすがしいのですが、うん、この子たちは初めて嗅ぐ匂いです。なんかさっきからポーポーポーしてるから、うん、すごい匂い。はい、はい、どうですか、ちゃんくん、見たことあるでしょう。ね、お家と一緒だね。これこれ、あ、よかった。はいはい、ちょっと開いてるね。さっきまで開いてなかったんだけど。はいはい。そして開けるの？あ、開けてくれるの？開けた。あれ？開けた。上手。はい。そして、はいはい、ジャン君をキャリーに入れたんですけれども、入れて取り出したところ、ポンちゃんが、ポンちゃん大丈夫だから、すぐもう帰ってくるからね。抱っこです。はい、ポンちゃん、はい、抱っこ嫌いのポンちゃんですけど慣れてね。